はい、おはようございます。おはようございます。あんま見慣れない人が隣にいますけど、ね、どなたでしょうか。こんにちは、盆栽世界です。あ、お久しぶりです、はい。どうもどうも、こんな雑誌ですね。あ、はい、まあちょっと間空いちゃったんですけども、盆栽Q さんと久々のコラボレーションということで、今回は初心者さんに向けた春の失敗しない素材選びというそんなテーマで、やりたいなと思ってまして、盆栽大野さんの大野あさみさんにちょっとご協力をいただいて、はい、春の失敗しない素材選びの重要なポイントとかをちょっと教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちにあるのはね、はい、あんま枯れるような素材はできてないんですけどね、はい、まあ今パッとあって、これがもみじで、カツラっていうもみじなんで、まあもみじはそんなに枯れる素材じゃない、水ちゃんとやってればね。ただ形がこう伸びるのでね、後でカットカットカットして、もう絶えずカットしていかないとかっこよくはならないというところでしょうかね。あとバラは枯れないですよ、強いですよ。今挿し木してもつきますからね。そうですね、うん、こんなバサバサのやつは、うん、どうなるかっていうのもあるし、あとこんだけあると元が見えないんでね、いい素材かどうか、うん、ちょっとほじくってみないとわからない。なるほど、ね、ほじくって怒られるお店もあるんですけど、うちは平気。あとはね、もう全然ほら見えないけど、これツタなんですけどね、まだ全然葉っぱが上がってこないけど、これはアメリカズタ。アメリカズタ、古枝を刺してあるんで、ものすごい古いんですよ、枝の元がね。これはでもちょっと時期的にまだ早いかなっていう感じがします。粘りもあるしね。枯れにくいっつったらやっぱり紅下は枯れにくいです。これ紅下、うん、これはもっと大きかったんですよね、うん、植え切って挿し木して残りです。なるほど、残りなんでちょっと曲がりがね少ないけど、これは枯れにくい。うん、口なし枯れないですよ。ただあれが芋虫が食べちゃうから、ちゃんとこう時期になったらカバー網の中入れとかないとなくなっちゃう、うん、なるほど。そうですね、ニレケヤキはあんま枯れないですよね。これどっかにいっぱいあるんですけど、これは金目ニレケヤキ。金目っていうのは、うん、と芽が出た時最初真っ黄色です。そこに出てるのが一つある、はい、それで金芽って言うんですけど、葉っぱが異常に小さくて発酵をつけるのがとても楽なんですよ。普通のニレケヤキの半分ぐらいかな。ほらこれが新芽です。ほら黄色っぽいでしょ。で金芽って言うんですけど、大きくなると緑の葉っぱの縁に白い穂が出るのね。それで葉っぱちっちゃいんでね、面白いですよ。これは去年のやつかな、ちょっと早く吹いてますね。金芽はいいですよ、普通のニレよりも小さい鉢でも可愛くできますからね、うんうんうん、であと手入れもしやすい、つまむだけだから、うんうん、どういうふうにしたらいい。いわゆるなんか一般的には心拍黒松とかよ、うん、もみじ楓ですねとかですよね、うんうん、黒松はもう当たり前だからな、枯れないですよね。確かにこれ匂い楓で形はいまいちかな、まだ途中ですからね。匂い楓でも枯れませんよ、うん、前にもやったかもしれないけど、こう切って刺しちゃうと下からまた枝が出るので、うんうんうん、小さいの欲しい人はここで切って刺してさ、はい、それでこっちからどんどん吹いてきたのを丸く刈り込んでいけばもっとかっこよくなりますし、ね、うん、1本で2本になる、はい、であとはこれリンゴですね。リンゴ、これが秘密があるリンゴですね。リンゴなんかはやっぱり、うん、楽しいと思います。あんま枯れないですよね、うん、で秘密があるはね、花芽がつきやすいんですよ。やっぱりリンゴいろいろ種類ありますけど、姫コッコはなかなかね花芽になってくんないから、うん、ちょっと伸びるタイプなんですけど、こいつは平気。あとこの辺が紅小町っていうのは実がちっちゃくて秋遅くから赤くなって2月まで赤いやつ、うん、で津軽はこのくらいになりますから実が、やっぱり11月ぐらいから赤くなり始めて真っ赤になんないです。これはね
オレンジピンク綺麗ですよ、うん、ただあのカイロがないと実がなりませんので、カイロも一緒に育てないといけないですよね、うん、ってことですね、うん、あと前にもやったけどカラマツ、これうちで1年育ってますのでね、山から来たやつじゃないんで丈夫です。これ未生ですか。うん、二升の山鳥だと思いますけど、去年あの一番暑い夏を枯れないで乗り切ったんで、じゃあ大丈夫、うん、もうこれは絶対大丈夫、うん、暑いから枯れるっていうあれではない、ただ日陰には置いときましたけどね。こっちは豆盆栽になるか、あ、ここにありますね、これ一歳ザクロですね。一歳ザクロちょっとまっすぐですけど、まだ曲がりますからね、まだもう全然曲がります。ザクロも丈夫です。丈夫です。これね、切って鉢に入れてあと肥料やっとけば花がすごい咲きますし、こんなちっちゃい実がなります。このザクロは異常に丈夫です。でここで切って刺すとつきますでしょ、ついたらここで花咲きます。1年目でちゃんと咲きます、うん、これは一歳ザクロ。実も止まるんですか。止まります。びっくりしますよ、こんなんでね展示会に出せますからね。バラでしょ、バラもたくさん種類がありますね、バラもいっぱいあるけどね、これはもう選ぶというよりはちょっと大きい鉢に入れていただかないとダメですよね、うん、でこれがちょっと草生えてますけど、さっきのベニシタンの上を刺したものですよね、うん、あのちっちゃいのがあってね、だからこれさらに小さいですね、で曲がってますから、うん、もっとこのくらいの鉢にね入れるんなら先端の刺したやつなんで、これは面白いかもしれない、うん、魚竜映えの挿し木、うん、これがつかないっていうんですよ。挑戦したらね、見事にほらついてないでしょ、うん、半分でしょ、半分でも半分はついたんですね。であとは穴開いてるのは全部売れちゃったんで、じゃあ結構売れ、うん、そう売れてます、うん、結構航空の時売ってたんですよね。この魚竜梅は花がほら一年中咲いたり閉じたりっていうか散ったりするんで、これから咲くのもこういうのも全部花芽上がってきてるから、ほら挿し木してすぐ花咲く見れるならいいですよね。そうですね、ただ棒だからね形はついてないけど、でもつかないよって言われてへえと思ってやったんですけど3分の2ぐらい。魚竜梅も丈夫ですか。これは丈夫。根っこがガチガチでも全然枯れないで、うん、親がねこんな大きかったんですよ。で上のやつを細かく切って刺してこのくらいまでちっちゃくして、うん、何にも枝がなかったのにそのまんま植え替えないでガチガチのポットのまんまこうなって満開のをグリーンクラブに持ってっちゃったんで今ないんです、うん、今ないよびっくりするぐらい咲きます。魚竜梅丈夫ですよ。こっちは五色です。こっちはね、小さい未生です。種から出たやつね。ここに今葉っぱが出てきてるけど、五色ズタは斑入りのツタで、これはもう小さいのに入れると可愛いかもしれないけど。でもあれですよね。基本挿し木ができるってことはある程度強いってことです。そうなんです。つきやすいってことは。挿し木のコーナー今あるけど、つかないやつは本当につかないのね。同じ条件でもね。これなんか黒いの全部、ほら。ダメなんです。これ何ですか。サンザシです。ピンクのサンザシを刺したら、うん、これつかない。なんでかなと思って、私もね、やり方悪かったのかな、うん、でも同時にいろいろ刺してて、他のは全部ついてて、これだけ、うん、あとあれもサンザシだった、うん、サンザシだけ全部つかない。これモミジ。モミジはこれ二升ですよ、うんね、あの山モミジの二升でしょ。それアミブセですか。アミブセの後ですね、うん、だから曲がってんのと曲がってる。基本的に強いですよね。丈夫ですよ。うん、丈夫です。ちゃんと日に当ててれば、あの日に当てないと間延びしますから、格好がどんどん悪くなるけど、基本ね、例えばですよ。こういうのがあって、ここで切っても平気。ここから吹くから、枝が、はい。モミジは、山モミジはものすごい強いので、ブツって切っちゃって、こういうのね、ここで切ってもこっから吹きます。ちゃんと植え替えてね、あの元気出させてから。これガチガチだからこのまんまやんないで、ちゃんと植え替えてこのくらいの鉢に入れてから、うん、根が張ってから切る、うん、丈夫な種類ね。長寿梅どうですか。
長寿梅はもう丈夫ですけど、うん、こういう感じでバッサバサ伸びますからね。切って切って切って肥料やって、切って切って切って肥料やる、これはもう定番のあれでね、うん、これは枝枯れもしないし、ほとんど枯れないでしょ。長寿梅はおすすめですよ。ただね、肥料やんないと花来ないですからね、うん、肥料多めっていうのが定番ですよね。これもおすすめですね。うん、バラはもうもちろんおすすめなんですけど、うん、バラの場合水切れが一番怖いから、水好きすぎて皆さんやっちゃいます。水足んないの皆さん。あ、足んない、うん、他の木と同時にやっちゃうと、一回多くしないと。もう4月ぐらいから相当やんないと。うん、だからあの花が上がってくるのがちょうど4月で5月に咲くんで、その頃から異常に乾くんですよ。で、真夏の乾き具合っつったら半端ないんで、うちで他のよりうんとあげるのはバラと桜です。桜の苗木は今植え替えちゃってあんまりないですけど、桜だけはね、水がすっごい好きなんで、水切らしたら来年咲かないですから、一番難しいのは桜かな。うん、逆にね、枝枯れしてこうなっちゃうんですよ。これね、去年ね、生きてたやつお客さんとこにあったんですけど、満開だったんだけど、多分水切れさせたんでね、これ全部枯れちゃって、こっちから吹いてんだけど、ここに花芽ついたんですよ、ここにね、ちょこっと。でもこれ治んないからね、全部切ってやんないと。水切れすると桜はもうこういう状態になります。桜から始める人も多いと思いますけどね。そうなんだけどね、桜が一番難しいんだよ、本当はね。そういうこと。本当はね。ああ、藤が膨らんできた、うん、ダメだダメだ、出しちゃうと。水欲しがります。藤の方がでも枯れないの、なんでかっていうと藤は水につけとけるから。桜はつけとくと、あの、腐りますので。なるほど、うん。同期だったら、まあでももみじ、かえで、けやき、けやきも多少は、まあ、ベタですね、長寿梅。まあそうですね、うん、もみじより楓の方が初心者さんにはおすすめ。なんでかっていうとね、もみじはあんまり切ってるとそこが太っちゃう、形がムーンってきてポコってなっちゃうんだけど、楓はあんまりそうならないんですよ。切っても切っても枝がこう丸く太ることがないので、楓の方が割と楽。なるほど。集中してね、もみじは同じところから芽がやたら出るのね、だから楓はそういうことはあんまりないんです。だから程よく出てくれるので、かっこつけるんだったらやっぱ楓からかなと思う。そうですね。そう、あの、葉っぱも小さいし、うん、紅葉も綺麗だし、ただ楓が今不足してるんですよね。楓不足。うん。何でかっていうと、中国のバイヤーさんが楓ばっかり持ってる。あ、流行り廃りがあるんでね。これ去年巻いたやつ。ちょっと草生えてるんで見にくいと思いますけどね、こんなの。これね、こっからやんじゃ大変だよ。大変ですね。大変ですよ、うん、で1年でこのぐらいの成長ってことですよね。去年芽が出たってことですよ。そう、去年の春巻いたんで丸1年です。1年ほっといたからね、太ってもいないしね。やっぱり種巻いた後、ここまでほっとかないで半年ぐらいで出して、ちゃんと鉢に1本ずつ植えて、切って肥料やってればもっと成長しますよ。なるほど。ちょっと忙しくてそれできなかったって、こんなまんま。石化肥料とかですか。石化は、刺したのがあるけど、石化はね、丈夫ですよ。確かに、丈夫だけど結構伸びるのが早いんで、積みますよね。あ、結構手間がかかる。手間は、まあ積むのが好きだって言えば、楽しいかもしれない。まあ、なんか盆栽趣味としたらあんまりやることないイメージなんですけどね。まっすぐで育てるのが結構主流なんで。そうですね。曲げないし。そうですね。そうそうそう。だ、剪定とかそのぐらいなんじゃないかな。芽摘み。これがね、これがモコモコしてるのは可愛いんだけど、ほっとくとこうなっちゃう。新芽がね。だからこれを切るでしょ、で切るでしょって言うと、またどっか伸びてきてて、これを切るのが仕事、モコモコって。それで枝枯れしますよ、こいつは。
なんで片枝がなくなったりするので、平均でちゃんとつまんで肥料多め、肥料多めなの、うん、じゃないと枝枯れして枝がなくなっていっちゃうんですよね。であとこうやって元が枯れてくからね、葉っぱがこういうところが、うんうん、それをちゃんと掃除しながら、摘まないどくとこの枝の元がなくなっちゃう、葉っぱが、だから少しこう広げてね、針金かけてこうちゃんとやっとけばいいんでしょうけど、うん、まあそれしかやることがないからね、うん、面白いですよ、面白いですよね、寄せ植えとかもね、うん、そう、できる。うちなんかほらちっちゃいやつ作って寄せますけど、うん、で挿し木もつくから一歩あると楽しめるかもしれない。そう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 、これここで切っても吹きますから。あ、そうですか。この太さつきますから、もう刺し木で、その太さで、はい、だ園芸品だったからね昔、うん、をブッて切ってブッて刺しておくとついちゃう、うん、そんかわり枝枯れしますよ。なるほど、おすすめいっぱいありましたね。まとめると どうなりますか。枯れにくくて管理が比較的楽 で、うん、枝作りもしやすいってなると、うん、どうなんですか。まだここにもあるけど、どうでしょうね。まだありますか。どうでしょう、よくわかんない。私的にはほら全部同じみたいな感じにしか思わないから。でその木の特徴を知ってれば結構いろいろ初心者でも始めやすいものがあるっていう、うん、ことですよね。ただ初心者の方に言いたいのは、とりあえず日に当ててください、うんうん、これをやらないと全ての木はダメになるので、うん、で日に当てて水やってればほとんどの木はなんとかなっていきます。なるほど。で一番ほら丈夫なのは心拍だけど、心拍だってほっといたらボサボサになるわけだからね、うんうん、ちゃんと手入れしてやらないとね、うん、雑木だとやっぱり楓とか逃げ欅あたりですかね。逃げ欅は欅よりだいぶ楽ですよ、うん、欅もこうやって丸く刈るだけですけど、1週間に1回切らないといけない、忙しいですよ欅、うんうん、もうしょっちゅう切って剥がりを年間やっぱり 2,3 回やるし、でこうなってるわけで余計な枝も取んなくちゃいけないし、うん、まあ、好きな人は好きですね。 その形が粘りつくのも大変だし、うん、そうですね、うん、だから初めは逃げ欅の方がこう、うん、もこもこってこうこういう風に作れるから ね盆栽風かわいいですよね、うん、かわいいと思います。ちょっとこの辺はあれだよね、前や、ま、うん、こ凝った人しか手出さないよね。ちょっとじゃあクロート向けシリーズ図書もやっぱちょっとあれですか。図書はね、松よりちょっとちょっとだけね気難しいです。そんな感じしますよね、うん、はい、枝枯れします、うん、でいきなり枯れます。植え替え直後枯れたりとかいうイメージはある、うん、そうそうそう、うん、ちょっとだけ。だから時期的にはまだ全然早くて、3月の終わり、4月の頭ぐらいの方が安全ですね、うん、なるほど。図書の場合ね、で図書は松と同じ場所というよりは雑木と同じ場所ぐらいの方が楽、管理する場所、うん、そう、松と一緒には追いかない方が枯れないですよ。そうかな、水が多い方がいい、生えてる場所が、うん、松と違うんだよね。この辺の山には生えてない、関東の山にはほとんど当初生えてなくて、私が野生のやつですごいなと思ったのはやっぱ岐阜県とか、あっちの方なの。それで生えてる場所も山の中なんですよ、うんうん、なんで松みたいに海辺にこうバーって林ができるとか、るそういうあれじゃないから、あんまりカンカン照りの五葉松とか、うんうん、ああいうのと一緒に置いとくと傷むかな、なるほど。これは山もみじより清姫の方がおすすめだそうですね。清姫、清姫はね曲げることができませんよ。これは曲げ落とすとポキッと折れちゃうんで、うんうん、常に欅みたいな形、ね、ほうき作りのイメージ、ほうき作りですよね、見事にね。そう、それでなんで楽かっていうと、山もみじはこういうところからね4つも5つも芽が出るんだよね、うんうん、でこれそんなに出ないし、伸びてるところちょん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 っていつも丸く刈ってるだけだから楽は楽なんですよ。挿し木も普通につくんですかこれ。はい、うん、ここを例えばここで切ってプスって刺しとけばつきます。ついたのもうちにあるけどね、うん、だから形を変えるときに邪魔な枝切って刺しとけばすぐつきます、うん、ただあんまり持ち込むと
大きくすると頭が枯れる。真ん中が密集するとね、そこだけ枯れてくから、こんな立派な清姫のもみじの大物の盆栽はないです。ないです、ね、ないです。あとこれと同様鹿島もないです。やっぱり大きいのは山もみじが一番多いよね。確かに丈夫は丈夫なんです。ただ難しいんです。だもみじの葉っぱ楽しみたいなら清姫で一回感覚掴んでやるといいかもしれない。盆栽っぽいですよね、この鉢植えで葉っぱが出た時に。そうそうそう、山もみじだと曲がっててもそんなに密集しないし、寄せ植えにするかね、どっちかだけど、これ1本で結構楽しめますからね。そうそう、紅葉も楽しめるしね、目出しがすごい綺麗だしね、真っ赤じゃないですよ、オレンジっぽいの。真っ赤だと出少女になっちゃうからね、可愛いっていうのが一番いいんじゃないですか。モコモコモコってするから、葉っぱが小さいから、今日は大野さんに、春の素材選びということで、枯れにくくて、管理がしやすくて、木作りもしやすいっていう樹種をちょっと教えていただきました、はい。管理方法とか分かってればいっぱいあるってことですね。そうですね、そのお宅の環境が違うから一人一人、何個かやってみて合う種類を見つけてください。まず枯れちゃう人もいるんですよね、日当たりが悪くて。だから日の加減とかもあるから、とりあえず何本か買ってみて、試してみていただくということです。聞こえる人は来ていただいて、実際に大野さんにレクチャーですか、レクチャーをいただくっていうのが一番かなと思います。急に来ると留守なんで事前に予約を取ってから来てください。はい、あっちこっち、上野のグリーンクラブにしょっちゅう行ってるんで、その間留守になっちゃう、そこに売ってますので、で、盆栽世界さんは、はい、これは4月4日発売の5月号になりますね、に載りますので、そちらにも詳しく、載ってます、はい、よろしくお願いします、お買い求めください。はい、終わり、ありがとうございました。ありがとうございました。